甘っ、おいしい。パルもおいしそうですね。おいしいよ。パルムの抹茶味マジで永遠にさ、もうあの、もう なんていうの、バニラ、普通のバニラのパルムと同じぐらい定番商品にしてほしいんだけど、全然期間限定だったのかな、前のやつが。そう、うんうん、四角花瓶マロン味、ブラックモンブランの、あのねさんバラありがとうございます。抹茶味食べたくない。もうね、めっちゃ美味しかったです。そう、でもあるかわかんない。去年食べた記憶があるけど、そっから見てないんだよね。やばい、マジック点灯しちゃうじゃん明日。明日にも、あ、ホークスの話です。これはさすがに熱いですね。そう、近く花瓶だけどさ、アイス大好きなんだよね。やっぱアイスは正義だ。おいしい。携帯ソフトバンクだから恩恵期待してます。ん？何と落ちそう。何食べてるんですか？パルム。でも食べ終わった。フォックスキャラバン出たいね。
亀戸二郎さん、レインボースターありがとうございます。アイドルと配信でつながれる時代に生きててよかった。もう便利な世の中になりましたよ本当にね。だってさ、普通に考えてスマホがなかったらさ、多分スマホとかがなかったらさ、もう全部手紙とかになってたわけね、なってるわけでしょ、もともとは。すごいよね。だってパパとママの時代はもう手紙で、手紙が来てたらしいですからね。お互い手紙送ってたぜみたいな感じだった気がする。毎日の生存確認、それも大事だし、いろんな人とつながりというか、いろんな人とのご縁の幅が広がってる気がする。やっぱり大事ですね。まあね、それとともにいろんなことも起こりますけど、待ち合わせるの大変だったみたいよ。え、それはそうだよね。だってさ、今だったらもうさ、なんか例えば普通にだって、じゃあ今日の夕方ここ行こうぜみたいな感じだったりとか、電話して、え、着いたみたいな、え、どこ、今何が見えて、あーなるほどねみたいな、その現状把握ができるのは大事だし、てか普通にだってゼンリーっていうアプリ入れてる人いるかな。ゼンリーっていうアプリはもうね、相手の友達の位置情報が分かるんですよ。だからあーなるほどね、そっちいるのか、オッケー、そっち行くわみたいなこともできるわけですね。すごい、すごいな。友達の位置情報だったり、友達がオンラインか否かも分かるわけですから、怖いもんだよ。ね、よく宮崎さんとは、宮崎さんはね、私のそのオンライン状況を見て、オンラインだったら電話してきますね。そういう若者多いんじゃない、最近。インスタのさ、オンラインマークとか、ほんとゼンリーはこうスマホを開いてるだけでもオンラインっていうのが見れるんですよ。まあだったり、あとね、でも前例なくなるんだよね、もうちょっとで。ちょっと悲しい。超便利だからね、超使ってた。前例はだから誰がどこにいるかが分かるのよ。そんなでも私も今いる場所バレたら困る人のことも考えて作って、あ、ね、でもそういう方にもフリーズその位置でずっとフリーズさせることもできるし、その辺にいるよみたいな曖昧な位置にも設定できるしっていうのでね、全然使い分けできるし、まずね、仲いい人しか入れないですね、こういうの。私はね、もう本当に家族、いとこ、もういとこ、いとこと親友しか入ってないですね、はい、いとこと親友のみです。いとこと親友だけがいい、私は。普通のさ、こう、もうただ友達だよみたいな感じ
の人にさ位置情報を公開してもさちょっと怖いじゃないですか。え、位置情報人に見られるの怖くない？普通に。けまあいとことか親友とかならいいかなっていう。そうなんですよね。昔は携帯ね、携帯なかったからね。家電にかけてたんやろ。何々ちゃんいますかっつって。何々ちゃんの友達の何々です、何々ちゃんいますか、うんね、怖いわ、怖い、まあ怖いって人もいるだろうね。けど結構友達同士、カップル同士、家族同士で使ってる人が結構いるから、なくなるのは結構痛いですね、私的には。本当だ、これね、だから勤務先というか学校とか仕事場とかが毎日行ってたらね、そこが仕事場って認定される、認定というか、ここ仕事場ですかっていうのが来てというか、多分ね認定されるんだよね、そこが仕事場だよって。まあ認定するのがこっちが。で今何々さんは仕事場にいますみたいな、今何々さん学校にいます、あじゃあ電話できないわって、今宮崎さんは学校にいます、あじゃあ電話できないか、宮崎さん家にいます、充電 3% ですとか言ったら電話して、おい充電ないぞ、電話し連れてないぞって言いながら、ネタにしてってやるよね。うばきちさんバラありがとうございます。エスナシさんレインボースターありがとうございます。カップル同士、夫婦同士、自分の会社には絶対嫌だよね、どういうこと？会社でも使ったりそうなんやね。なんか替えのアプリ出ないかなって思ってる。旦那の位置情報知りたいですか？どっちでもいい。結婚したら位置情報知りたい？どっちでもいい。局長さん、かわいいスタンプありがとうございます。どうだろう、でも知りたいかも。そのなんか常に位置を把握してたいとかじゃなくて、もう帰ってくるかなとか、今どの辺だから何時ぐらいにご飯作り始めるかとかっていう時間の計算もしやすい気がする、シンプルに。知られたくないこともあるのよ、あるわよ。でも今から帰るよとかを言ってくれる人だったら全然いいかもしれない、別に。やっぱほうれん草は大事ですから。でも友達同士とか親友とかなら全然、本当にわオンラインや電話したろってなるけど、そういうそのオンラインや電話したろってなれる関係じゃないと、別に位置情報とかオンラインか否かもいらないから。
でもあとね、お子さんがどこにいるかっていうのを把握するためにこう家族で使ってる方々が結構いらっしゃるらしい。スマホ見られるのはないよスマホ見られるの嫌でしょ。誰にも見られたくないでしょ、スマホは。ほうれん草、かかりちゃんみたいなこと言うのおもろ。マジマジマジ。お弁当すすがないで持ち帰ったら激怒しそう。そんなことない、帰ってすすげばよくない。一緒に見るのは大丈夫？一緒に？自分のスマホとかをってこと？でもなんかその友達とのやりとりとかはあんまり見られたくないかも、人に。人というか他の人間に優也さん、ハートありがとうございます。アプリで位置情報分かる、入れてもらうというか交換するって感じ。ゼンリー交換しようぜ、いいよみたいなけど前は私もあの高校生ぐらいの時はみんなと友達、結構な友達、結構な数の友達のと位置情報交換してたんですけど、別に使わないなと思って消しちゃったわ。でもう親友といとこだけにしてます。だから使わないしね、別に本当に使わない、マジで。うん、スマホはね見られたくないよね。てか見られてもそんなさあれじゃない、ないんだけど、友達との会話なんてもうバカなことしか話してないからさ「ボケにボケを重ねてるよ」みたいな、なんかマジで意味ない会話しかしてないから、それがちょっとね逆に見られたくないよねって。ガビちゃん、旦那様に怪しい行動を見られたら問い詰める？問い詰めはしないかな、でも相談はするかも。ロックがかかってるから大丈夫って思うじゃん。最近ね、親友のロックパスワードとか恋人のロックパスワード知ってるよって人が多いんですよね、世の中。そう、誰か呼ぼうってなっても大体みんないるから使わん。どういうこと？あーなるほどね、うんうんって言って、みーちさん、ぶどう、とんちゃんさん、ハートありがとうございます。束縛されたい系っぽいのはわかる、ミスターがね。私がされた、そう、嘘でしょ。あ、甘いわ、女は絶対スマホ覗くで、断言。まあね、女の子はしん、なんか、なんて言うんだろう、こう心配性な人とか多いからね。スマホ持ち上げ自分ですか？自分だったらやばいでしょ、さすがに。真っ白です、真っ白というかもうグレー、全然何も見えないでしょ、グレー。うわすごい、なんかグレーです、ただのグレーです。
されたそう、納得する。嘘でしょ、マジ門限厳しそう。門限は厳しくない。別にそんなに厳しくないです。ていうか、なんなると先に寝てる気がする。先に寝てるというか、ちょっと3時ぐらいに帰るわとか。あ、3時に帰るわ起きてるかな。朝6時に6時ぐらいに帰るわってなったら、 OK 寝るねっつって、 OK おやすみっつって寝てると思うな。OK おやすみって。仕事だったら仕事でいいし、寝顔したらダイナミック画面でアーニャ出るんでしょう。出ないです。サンジさん、いや、サンジみたいな人がいいな。いや、いないでしょって思うよね。そう、なんかその、なんて言うんだろう、その行動がかっこいい人、人間としてこう尊敬できるような、人間として行動がかっこいい人って大事だと思う。私結構人間様と付き合う上でそれ結構大事。女性ならみんなに優しいけどいいの？でもさ、サンジってさ、まだ結婚してないけど、サンジってさ、結婚したらさ、そのなんかロビンチョワーンとか言うけど、ロビンチョワーンとか言うけど、結局奥さんを一番大事にして、るタイプだよね絶対。思わない、思わないとか言って、うん、3時、私3時ってさ、周り見えてるじゃないですか。本当に周りが見えてるんですよ実は。そう、3時が結婚想像できない。でも、私でも、プリンちゃんと一緒になってほしいのもあるな。終わった後に。でもナミスワンもいいよね。どっちだろう。でも恋愛漫画にはしたくないって太田さんが言ってるから、多分そういうのはない気がしてるけど。ルーちゃん、カイツさん、ブドウ、トゥンちゃんさん、ブドウ、ありがとうございます。一番周りが見えてる、サンジは。そう、私優しいし、くしゃみでそう。私たまにさ、そのなんかナミスワーンとかロビンチワーンとか言ってるけど言ってるけど、そのちゃんとやるところはちゃんとやるじゃないですか。もうザ男みたいな、あの漢字、そのさ、漢字の漢の方の男みたいな、わかりますか。すごいかっこいいなと思う。もしたら表現する男とかいくらでもおるで。人間ってそんなもんなんじゃない？おおおお。
兄さんの変わらない理想のタイプですね。人間的に尊敬できる人の話はいつも言ってるようです。人間的に尊敬できる人とこう、その私はもう狭く深くのスタンスで生きてるんで、本当にこの人すごいなって思ったり、なんていうんだろうっていう、尊敬できる人と関わるようにしてる。大事。そう、なんか人間的にかっこいい人ってわかりますか？で、大事だなというか。そうって思います。舞台終わった後も共演者の人と連絡取ってる、撮ってるというか、一緒にダンスしてます。そのなんか遊ぼうぜとかのノリじゃなくて、全然なんかガチのダンス向上委員会みたいなのやってガチでダンスしてます最近。だから今日体バッキバキですもんね。まあ、それは TikTok 用にダンスをやっただけなんですけど、3時に なれないので自分のカラーを出していきたいと思います。それが一番大事です。フォローしようか悩んでるけど顔とても可愛いですね。Thank you、 ありがとうございます。一旦フォローしとこう。無料やし、ただやし、フォローしとこうね、3時はにはなれないですね、さすがに。はい、3時にはなれないですね。内面がこう、内面というか内側、こう外見というか見たままじゃなくて、内面がかっこいい人がいいかな。いや、コビーはかっこいいんよ。コビーはかっこいい。コビーもかっこいいし、なんて言うんだろう、こう内面だけで言うと、フジトラとかもう、うわかっこいい人だなって思う。マルコが好き。いや、いい、マルコはかっこいい全部かっこいいけど、みんなかっこいいのよ。フジトラいいよね。でも最近フジトラ推しの人が増えてきてて、なんか嬉しい。ミッサーのポジティブなところ好き、尊敬してます。自分は自己肯定感低いので。私も高い方じゃないですよ全然。いや、でもポジティブな人と付き合ってみてください。ポジティブな人間とこう友達になったり、ポジティブな人間、ポジティブな人と一緒に常にいるようにしたりとかしたら、絶対
違うと思う。私も超ポジティブな子と一緒に行って、確かにそういう点もあるよねって思ってからが結構こんなこんな性格になったからいいと思うよ。やってみてください。嫌いなキャラクター、アーロンでもアーロンでもルフィがぶっ飛ばしてくれたからもう別にそんな思わない。宮崎さんあんまりポジティブじゃなくね、なんて言うんだろうな、ポジティブな面が割と7割ぐらいポジティブだと思う。3割ネガティブかな。身近な人は結構影響に及ぼすからね。嫁にしたら毎日楽しそう。いやもういい嫁になると思う私。よろしく。割と自分の周りいないタイプの人のところに行きそう。どういうこと？私がってこと？ミホークかっこいいよね、わかる。だってゾロがさ、こうってやって切ったやつをさ、超力ずくで切ったやつをさ、なんかさもう片手でスパンって切っちゃうじゃん。いやー素晴らしいよ。自分で言うかちょっと、うん、そうだね。無限の一味以外で仲間にするとしたら誰を選ぶ？一味以外でしょ？誰でもいいの？逆に。スパイファミリーは好き。好き。最近全然見れてないけど、ないけど、なんか虫刺され、もしかしてなんか刺されたかな。かわいい。スパイファミリー、スパイファミリー意外と私ユーリ好きです。知ってる？ユーリ、おもろいよね。姉さんって感じでもう姉さんしか見えてないみたいな感じ。めっちゃおもろいなって思うけど。スパイファミリーもなんか感謝が高すぎて。本当にジャンプ系の漫画好きなの多いの？そうだね、わかんないけど。銀さん好きでした。あ、銀ね。あの人はついてく人を間違えただけでめっちゃいい人。そう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 、ヨルちゃんの弟です。何海賊団に入りたい？麦わら以外ってこと？赤髪海賊団いい嫁になるよ。ただ結婚遅そうって言われる。
まあ心が広いですからね、何せ。いやもう本当に麦わら一味以外って誰でもいいよって言われたら私はレイリーがいい。レイリー仲間にしたらもうか勝ちじゃないっていう。そんなあんなに人に優しくされたのは俺初めて、生まれて初めて。もうなんか殺せませんの、あの感じからがもううわーってなるよね。いやレイリー、いやでも医者も必要だな。医者ね、ね、マルコだね。いいもうね、めっちゃ強いとこやん。いや赤髪海賊団のかっこよさえぐない？超かっこいいよね。あとはね、ちょっと海賊団名がマジで出てこない。でも私ガープの下で働きたいな。でも革命軍にも入りたい。ワンピースの映画もうね、20じゃない、2回見たわ。本郷さん好きだ、私ベン・ベックマン好き。ベン・ベックマン好きだわ。絶対無茶ぶりしてくるよ。なんて言うんだろう、なんかそのいいよねガープ。私ガープ好きなんですよ普通に。ガープとルフィの会話が好き。ガープとルフィの会話のファンって感じ。俺の名はトニートニーチョッパー。世界で一番偉大な医者がくれた名前だ。なんかトンタッタ族のさ喋り方あるじゃないですか。なんとかリスみたいな。なんとかリスみたいな。あれさどっかで聞いたことあるなと思ったらさ、あれハム太郎と似てない？この前宇多田がさハム太郎なのだって言ってるのを見てさ、あそれだと思って。ロブルッチ、ウールッチね、いいね。ハム太郎のアニメあんま見たことないかも。ハム太郎なのらなどだ。歌はねたまにハム太郎になる。ハム太郎なのだって隣でずっと言ってくる時がある。オッケーって言って、いやもうハム太郎、ハム太郎やんってなるけどね。
ハム太郎の声ってどんな声だっけ。あんなに人のことを信じてみたい、どういうこと。ハム太郎、ハム太郎、何。トンタッタ族、なんとかリス、なんとかリスみたいな。かわいいよね。明日は、ん？明日15日で、サムネイル公演です。サムネイル公演です。明日5時起き、もう寝なきゃじゃん、そんなの。やばい、できるかな、サムネイル公演。頑張りまーす。ラブカーナさんね、インボスターありがとうございます。ハム太郎ってどんな話だっけ。知らないんだよね、ハム太郎。見たこと、なんかで一回見たけど、うん、うん、歌は有名ですね。三兄弟の絆のレオ役です。え、だからかな。ゴジラの口の中、どういうこと。こんばんばんばん。こんばんは。49分だ。そんな感じ。どんな感じっつって。
か、なるほどね。仰天ニュースに出るし、50分ハム太郎ハム太郎ってどんな声だっけ。でも宇多田のさ、ハム太郎がもう頭に残りすぎてさ通常バージョンが分かんないんだけど、分かんなくなっちゃった、もうもはや。ハム太郎って調べよう。ああ、この画角だったわ。明日はもっと楽しくなるね、ハム太郎。かわいい、かわいい、やばい、ハム太郎ハマりそう。やっぱりそんな声だったの、あなた。嬉しいのだ、素晴らしいのだ。ひゃっ、かわいい、マジでかわいい。どうしよう、ハッツは、いや、わかんないな。みんなによろ、これ嬉しいのだって言ってる。みんなに喜んでもらえた、嬉しいのだ。ハム太郎ってさ、さしすせそ行かわいいよねって思わない？知ってる人いるかな。素晴らしいのだみたいな。へっけ、かわいすぎない？素晴らしいのだ、かわいい。ハムスター欲しくなるね、こんなの見てると。はあ、待って、めっちゃ筋肉痛、体がやばい。みんなに喜んでもらえると嬉しいのだ、素晴らしいのだって言ってる。かわいい、あまりそう、全然。ハム太郎、かわいい。かわいいな。ハム太郎なのだ、
宇多田のハム太郎はハム太郎なのだって言ってる、いつも。多分私の耳が覚えてる限り。隣でずっとハム太郎なのだ。だけどもうなんて言い返せばいいか分かんないから、ハム太郎なのだって返すよね、いつも。うん、分かんない、もう返し方が分かんないから、とりあえずね。アニャのものとイクオリティ上げるの爆速だな。耳がいいんでね、耳がいいんで私、目が悪い代わりに耳がいいんで。あとはもうイメージの問題です。みんなも意外イメージしたらできるよ。私はよく鏡で口だけ動かして自分が言ってるのをイメージして、そのまま声出したら意外といけたりするから、マジでできるよ。やばい。イメージは大事です。ハイキングバッキバキです。耳ですね。お耳を鍛えたらいけるんじゃないでしょうか。ワンピースのレオは誰、初めて聞いた気がする。なんか戦うのですみたいな、ね、そんな感じだよね。飛び六方みたいな感じ、確かに。59分になったらランキング見ますね。体が凝ってる。普通に全然最近運動をしてないから、ゴリッゴリンダンスを踊りすぎて、あの体がバッキバキでしたから、明日とっても心配。私は痛い。じゃあ59分になったのでランキング見ます。13位ユーマさん、12位ズーリンダルマさん、11位フロストさん、10位マヨさん、9位ラブカーナさん、8位、タラバガニさん、7位トゥンちゃんさん、6位ヨンミンさん、5位ユキヒラさん、4位 MT ザルナさん、3位カボチャ先生さん、2位 MT 時間、2位ベルちゃん会長さん、3位は1位アナネさん。イサク最高でした。ということでトゥンちゃんさんハート、ヤッピー、イクミ推しですか。ありがとうございます。花束、ラブカーナさんもリンボーさん、ありがとうございます。それではまたお会いしましょう。明日は夜配信かなって感じです。それでは2419人ありがとうございました。バイバーイ、おやすみー。